田中英子は、日本のアニメーションプロデューサー。アニメーション制作会社スタジオセ取シ4度、代表取締役社長。不思議の国のアリス、アニメ80日間世界一周等、TV シリーズのプロデューサーを経て、スタジオセ取シ4度創設。スタジオジブリで、宮崎駿監督作、隣のトトロ、同監督作、魔女の宅急便の、ラインプロデューサーを務めた後、 スタジオ摂取4度にて、劇場作品、大友勝洋総監督作、メモリーズ、川崎博次監督作、スプリガン、片淵主治家監督作、アリーテ・ウィメ、監督連盟作、アニマトリックス、湯浅正明監督作、マインド・ゲーム等、国内外で数々の映画賞を受賞。マイケル・アリアス監督、鉄・コンス・ジクリートでは、 日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞、米、オスカー候補にノミネートされた。ジーニアスパーティーは、ケネディセンター主催、ジャパンフェスティバルでプレミア上映され、ワーナーブラザーズアニメーションとは、バットマン、ゴッサムナイト、t v サンダーキャッツ、マイクロソフトとは、ヘイローレジェンズ等を制作。年度は、カンヌ映画祭のシルバーライオンを受賞し、 エミー賞にもノミネートされるなど、世界に誇る日本のアニメーションとして高い評価を得る。2012年から2013年にかけては、映画、ベルセルク大門時代編三部作を制作。アヌシー国際映画祭にノミネートされた。なお、自身の会社のスタジオ接種温度では、残業代を社員に支払わずに提訴された。ありがとうございます。